これどんどんつけたらめっちゃ重たくなる。これも重いし、この下の写真も重いし、このドアだけでもめっちゃ重いけん。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回はナイトライダーの68号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。探索はデゴスティニさんやアシェットさんのパートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。ナイトライダーの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。間違った、間違えた。めっちゃ重たい。じゃじゃん。今回は重たい。結構でかいね。何センチぐらいあるかな ?10 センチぐらいありそう。はい、そして今回は珍しくネジが袋の外にあったので気をつけましょう。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。今回はこの重たいツルツルのドアがついています。これは左側のドアになります。そしてドアアウターハンドル。これかな？見えるかな？ハンドル。それからインナーラッチ。これかな？インナーラッチ。とドアミラーハウジング。ミラーですね。それからこれがミラーです。ピカピカで AP と GM と QM が今回は2本ずつとなっています。はい、パーツは全部ありました。これはねー、ダイキャストでできております。めっちゃ重たい。ここに L が書いてありますね。しっかりツヤツヤに塗装されています。パーツは全部ありました。それでは裏返して、でハンドル、ドアのハンドルをつけていきます。これをこっち向きにして、これはねちゃんと L で書いてなかった。ここにピタッとはめて、で AP ネジで留めます。はい、ここにハンドルがつきました。そしたらこれをヒンジみたいなやつ、これをここにつけます。で QM ネジで留めます。
これにこのミラーのやつにこれ L って書いてあるんだけど、これをはめます。この形ではめます。はい、手袋してたらできなかったんで素手でやりました。はい、これでミラー取り付けました。なんかカバー欲しいね。なんか傷つきそう。今はね、ピカピカです。じゃあこれをここに差し込んで、でこう、なるほど。差し込んでこうして、でもまっすぐにならない。なんとかまっすぐにして、なったかな、ちょい斜め。よし、こうですね。できたね。はい、こんな感じになってます。じゃーん、できました。うおー、ピッカピカ。すぐ指紋つくな。しまった、さっき素手で触ったところが白くなっちゃった。はい、これで、はい、これで完成です。あー、本当にピカピカ、鏡面ガラス。はい、じゃあ今後はこれで完成です。ちょっとここ難しかったっていうか、中に入れてくってまっすぐするのがちょっと難しいかな。はい、壊さないようにしましょう。それでは次回は69号左ドアということで、ドアヒンジとかドアガラスがつくそうです。お楽しみに。 NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。そして探索はしょっちゅう模型作りの生配信もしています。ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。どっち合わせる、こうかな。これどんどんつけたらめっちゃ重たくなる。これも重いし、この下の写真も重いし、このドアだけでもめっちゃ重いけん、全部このダイキャストできたらめちゃめちゃ重たくなるね。そんでこれは入らないんだけど、なんかハンドルでつっかえてるのか、入る、なんか無理やり入れていいのかが分かんなくて浮いています。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。タサックでした。だんだん。また見てね。タサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので、遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。